2008年7月に WTA ツアーでシングルス初優勝を挙げ、ケベック出身の女子選手として最初のツアー優勝者になった。自己最高ランキングはシングルス21位、ダブルス136位。日本語ではウォズニアックの表記も多い。彼女の両親はポーランド人で、父親はポーランドの元プロサッカー選手であった。アレクサンドラは カナダキャベック州モントリオールで生まれ、父親の手ほどきで3歳からテニスを始めた。2001年からカナダ国内の小規模なトーナメントに出場し始め、2004年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップのカナダ代表選手に選ばれる。2005年11月にプロ転校。2006年の全豪オープンから四大大会の予選会に挑戦し始めたが、 最初の1年間は予選会を突破できなかった。2007年全豪オープンから本戦直接出場できるようになったが、この年はすべて1回戦敗退に終わっている。2007年前仏オープンの開幕直前、5月中旬のモロッコフェズ大会で初めて女子ツアー大会の決勝に進んだが、この時は、 ミラグロスセケラに1から6、3から6で敗れて、準優勝になった。2008年の全仏オープンで、ウォズニアクは、初めてシングルスの3回戦に進出した。1回戦で、第20シードのシビル・バンマーを6から0、6から2のスコアで圧倒し、2回戦は、アクグル・アマン・ムラドアと接戦を繰り広げた後、3回戦で、 第11シードのベラズボナレワに 2, 2から6、2から6で完敗している。ウィンブルドンでは2回戦でキャロライン・ウォズニアッキに敗れた。ウィンブルドン終了後、アメリカ・カリフォルニア州スタンフォード開催のバンク・オブ・ザ・ウエストクラシックでツアー初優勝を達成。ウォズニアッキは予選3試合を勝ち抜いた後、本戦の決勝でマリオンバルトリを7から5、6から3で破って優勝した。 これは、ケベック州出身の女子テニス選手による、最初の WTA ツアータイトルであったことから、2008年8月に、彼女の居住地である、ブランビル氏が、ウォズニアクビルと1日間解明を行ったほど、カナダ国内外から、大きな賞賛を得た。バンク・オブ・ザ・ウェスト、クラシック優勝の後、10月のジャパンオープンで来日し、カイア・カネピとの準決勝まで勝ち進む。 2009年の全豪オープンで、アレクサンドラ・オズニアクは、初めて、第30シードに選ばれ、カナダの女子選手として、ヘレン・ケレシー以来となる4大大会女子シングルスの、シード選手になったが、1回戦で、ザビーネリ式に4から6、3から6で敗退する。続く、全仏オープンで、オズニアクは、第24シードから、初の4回戦進出を決め、 前年の3回戦を上回る自己最高成績を出した。この4回戦では第2シードのセリーナ・ウィリアムズに1から6、2から6で完敗した。この後全米オープンでも初の3回戦に進み、第10シードのフラビア・ペンネッタに1から6、1から6で敗れた。2012年7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルスでは2回戦で、 ビーナス・ウィリアムズに1から6、3から6で敗れた。ウォズニアクは、フェドカップのカナダ代表選手として、チームの通算勝利数歴代1位記録保持者になった。2018年に31歳で現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、L 級イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。